カッパ園長グッズ第4弾、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カファージュ袋カッパ園長で、じゃあまず最初はね、台湾の、パイナップル、台湾産パイナップルをね、中国が、まあ不当にね、この輸入をこの突然停止しましたよね。そのお話は、まあ一度お伝えしたことがあったと思いますけども、その続報ですかね。中国から突然この禁輸措置を食らった台湾パイナップルの農家がね、凄まじい煽り発言で逆に中国側をこう挑発するっていうね、まあ台湾からの反撃開始みたいなお話ですかね。ちょっと見ていきましょうかね。中国がこの害虫が検出されたっていう、なんかそういう理由でしたよね。で、3月1日からこの台湾産のパイナップルの輸入を突然停止したんですよね。で、台湾側は中国側からの不当な圧力だと訴えてるんですね。で、そんな中、台湾で1日放送されたこの正論番組、政治のせい、正論番組に出演した台湾のパイナップル農家の方が、日本向けに販売するものは厳選されたものだと。中国大陸へはパイナップルに見えればそれでいいんだ。今日大根食べたけど、それをパイナップルの姿に変えたとしても、彼らはきっと買っちゃうんだよ、などと発言したと。なかなか根性を座ったパイナップル農家さんですね。素晴らしいですね。これ日本の農家の方とか、っていうよりも日本のこの政治家の方々もね、ぜひこのね、なんていうかな、この一本芯の通ったというか、腹決まったね、なんだろう、こういうのなんていうの、うん、いや素晴らしいじゃないですかね。日本のね、特に誰とはあえて言いませんけどもね、いや日本の政治家の方々にもこういうね、うん、なんていうかこう気骨あるというか、こういうこうなんかこう根性がありつつ、しかもこのね皮肉っていうか、こうなんていうの、こういうのね、うん、いやいいじゃないですか。ぜひ見習っていただきたいですよね。うん、まあこんな発言をしたとして、まあ中国メディアがね、環球時報ですか、の公式ウェイボーが4日付で伝えているんですね。で、これについて一般の中国の人たちは、腹立つとかね、ここまで下水のは初めて見たとかね、台湾人の悪い癖はね、中国が甘やかしたせいだとか、経済政策、要は、恵む台湾の政策っていう、こう、中国のこの台湾に対する姿勢のこと、まあ、甘やかしたって言ってましたけど、一緒ですかね。の結果がこれだよ、とか、なんか、恩があだとなる、みたいなね。など、不快感を示す声が数多く寄せられていたそうです。へえ、どうでしょう、結構ね、僕この前に上げた動画に対するね、昨日かな、昨日もほらこの台湾のパイナップルのお話をね、うん、お届けさせていただいてますけど、それを見た、まあ応援してくださってる方々からのコメントにね、たくさんね、早速こうほら、楽天声優でね、このパイナップル、台湾産のパイナップル扱ってるっていうね、そういうお話をお届けしたんで、早速それをね、見て、まあね、だったり実際のその声優スーパーさんに、足をこうなんていうかな、実際に行っていただいて、台湾産のパイナップル、なんか580円とか590円っておっしゃってましたかね、実際に買いましたよと、ね、食べましたよと、ね、非常に美味しいんでぜひっていうね、そういうコメントをねたくさんいただきました。うん、いやいいですよね。うん、なんせ芯まで食べれるね、非常に美味しいパイナップルらしいんで、まあ、ちなみに私はまだ発注もしてないし食べてもいないんで、これからちょっとねポチッとなってしに行かないといけないんですけどもね。うん、なんか缶詰とかでもいいんですね。あ、そうそうそう、あと何でしたっけね、パイナップルケーキ、これもなんかすごい美味しいらしいですよね。まあ実際どういうもんかね、調べてもいないんでちょっとあれなんですけど、ね、そのパイナップルケーキもご存知の方も結構いらっしゃって、確かね、僕が六本木に、ね、住ませていただいてるって話も覚えていてくださったのか、なんかミッドタウンで売ってるぞみたいな、そういう情報を寄せくださった方もいてね、大変ありがたいですよね。うん、まあ、これ台湾と中国、まあ今回どう考えてもこれ中国が一方的にね、うん、まあ中国の人がなんかこうね、腹立つとかね、あとなんかこう台湾人失礼だなとかね、そんな中国人差別したらね、とんでもないことになるぞみたいな、そういうコメントしてる人もね、中にはいるんですけども、中国の人が台湾にそれよく言えるよなって話ですよね。うん、
だって嘘の理由でね、輸入を止めるという陰険な嫌がらせをし始めたのはどこのどなた様ですかっていう、そんな話じゃないですか。まあこれはまあこの農家の方がね、うん、まあ嫌味で言ってるわけですよね。だから中国人差別というよりも、日本人がまあこれはまあいいのか悪いのかちょっと判断は微妙ですけど、それだけこのね品質にうるさいっていう話ですよね。だからそれをまあなんか中国の人たちにちょっとね、ちょっとじゃあせっかくだから一丁みたいな。ね、日本に対してなんかこうね、そのストレートに、ね、品質にうるさすぎるんだよね、日本の、ね、消費者の人たちはね、買ってくれるのはありがたいんだけどさっていうだけじゃちょっとあれだから、うん、それをまあうまいことをね、言い方変えて、うん、いや別にいいんですよと、ね、中国のお客さんなんてそもそもがパイナップルじゃなくたってパイナップル風であれば買ってくれちゃうんだから、それに比べたらね日本のお客さんたちはっていう感じで、うん、いやなかなかこうなんていうのこういうのね、うん、頭の回転早そうですよねこの農家さんはね、うん。まあ、台湾に、そうですね、台湾の人に暮らしている人たち、からすると、この、出来が良かった、上出来なものは、例えば日本向けに輸出しているから、まあ、なんだろう、形がね、揃っていないとか、うん、そこ見た目な、味は変わらないんだけど、だからこれ日本のね、なんだろうな、うん。なんか流通のこととか考えたら、その形とか大きさとかをこうできるだけこうね、揃えるのはなんか意味があるっていう話は聞いたことありますけどね。まあその結果そうではない不揃いのものしか残らないみたいな、そういうなんか笑い話がもともとあって、うん、だって例えば玉ねぎとかさ人参とかなんかそういうスケール専用のなんかこれぐらいの大きさまで、これ以上大きくてもダメだしこれ以上小さくてもダメみたいな、なんかそういうなんかポコってはめて、はいダメ、はいオッケーみたいな、そういうなんかツールがあるらしいですよね。うん、いやいいじゃないですかね、どんどん煽ってあげたらいいと思いますよ。うん、まあそれだけね、台湾の人たちから中国がね嫌がられてるってことですよね。っていうか嫌がらせしたのはそもそも中国なんだからしょうがないですよね。うん、まあ台湾のこのね台湾産パイナップルね買って応援できる方ね、応援してあげたらいいんじゃないですかね。うん、どうですかね、パイナップルってそのまま食べたって美味しいし、なんかジュースとかさ、なんかそのお菓子とか、その加工、缶詰とかでもいいと思いますし、加工してもいろいろ使い道はありそうですからね、うん、どんどんなんか輸入していいんじゃないですか。うん、まあ、なんだろうな、これ、中国もそうだし、お隣もそうなんですけど、なんで嫌われるのかって、嫌われるようなことをやった自覚が彼らにはないんですか？誰も彼も。うん、そういえばそもそもがなんですけども、おかしくないですか。だって台湾は中国の人たちっていつも何て言ってましたっけ。台湾は中国の一部ってよく彼らは言ってましたよね。ですよね、今だって言ってますよね。なのに輸入禁止っていう言い方がそもそもおかしくねって話ですよね。輸出だ輸入だっていうのはね、外国ね、自分たち以外の外国ですよねに対して使う言葉ですよね。だって例えば日本政府、福島県産の農作物の輸入をね、東京では福島から東京への輸入を禁止したとか、そんな言い方しないですよね。まあ相手によって品質を変えるね。まあ日本国内だってね、一応なんだろうな、この市場をこう選別してね、うまい生産者限定で出荷するとかさ、生産者番号を注意して、見たら消費者だって気づく人は気づくでしょうしね。うん、一応企画で生産者、全生産者同じ品質っていう建前ですけどもね。うん、ていうかこれ普通にビジネスの本質ですよね。うん、欲しい人に、ね、多少こう高くついてもね、よりいいものをね、より綺麗で安心して安全なものを求める。で、そういう人たちに対して高値で売る。基本じゃないですかね。まあ、普通にね、例えば高級料亭向けには厳選したものを出す。でもその分高くとかね。だから道の駅に出すものは、まあ選別はそこまで厳しくはなく、でもその分安くとか、何も問題ないですよね。問題なのは輸入禁止いきなり始めた中国ですよね。
はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。